大木有事作お釈迦様仏教の教えを始めた人第三回苦しい修行森の仙人森の奥にバッカバ仙人の弟子たちが修行している道場がありました知った王子は。 そこへ行って修行の仲間に入れてもらおうと思いました。けれども修行の様子を一目見ただけであまりに厳しいのに驚きました。なんという乱暴な修行でしょう。こちらには片足で立ったままいつまでも一本足でいるものがありました。あちらには頭を土につけ両足を上げて 逆立ちをしているものがあります。血が下がって真っ赤な顔をし、気違いのような目つきをしています。バラの木の棘の上にあぐらをかいているものもあります。川の中から首だけ出してガタガタ震えているもの。顔だけ残して体を土に埋めているものもいます。みんな苦しそうに、うーん、うーん。 とうなりながら歯を食いしばっているのでした。これはひどい。知ったるたは言いました。何を言うか、これが修行だ。バッカバ仙人は目をむいて知ったるたをにらみつけました。これくらいの修行にへた。まるものは出家できない。もっともっと苦しいことをするのが修行だ。 何のためにそんなに苦しむのだ。その訳を聞きたい。そんなことがわからないのかバッカバ仙人は馬鹿にしたように笑いました。今こうして苦しい修行をしておけば、今度生まれてきた時には楽ができるのだ。だから我慢して修行するのだ。知ったるたは、 しばらく考えていましたが、やがて静かに言いました。その考えは間違いではないか間違いではない。お前のような若い者にはわからないだけだ。仙人は威張って言い返しました。お前は私たちの修行を見て恐ろしくなったのだろう。 そんな卑怯者はとっとと森を出ていくがいい。出ていけと言うなら出て行こう。だが、私の考えだけは聞いてくれ。苦しい修行をするのは生まれ変わって楽をするためだと言ったね。そうだ。それが間違いだとでも言うのか。間違いだ。自分の欲を捨てるのが 出家の修行ではないか。この次生まれた時は楽をしようなどと考えるのはいけない。修行というのは本当のことを考え正しいことをしようとすることではないのか黙れ黙れ早く行ってしまえ!」。ばっかば千人は怒鳴り始めました。訳を聞こうとしないものにはいくら言っても無駄です。 ああ、困った人たちだ。気の毒なことだが、こんな苦しい修行をしていると、そのうちに体を悪くしてしまうだろう。しったるたは心の中でこう言って森を出ました。森の外にしったるたを待っていたものがありました。カビラの城から来た使いのものだったのです。使いは 5人いました。その中で一番偉い王様の家来の大臣がうやうやしくおじぎをして言いました。王子様私たちがここへ来たのは何の用かお分かりでしょうかしったるたは黙って首を振りました。わからないよという代わりだったのです。では申し上げます。 王様のお言いつけですすぐにお城へお戻りください。どうぞ私たちとご一緒にお願いでございます。家来たちはかわるがわる言いました。大臣はしったるたの着物をとらえ額を土にすりつけて頼みました。人の家来 お父さんに心配をかけてすまないと思うよ。でも私には城へ帰れないわけがあるのだ。なぜでございますか大勢の人を幸せにしたいからだ。世の中の人をみんな安心させたいからだ。それまでは城へ戻ることはできない。帰ってお父さんによくお話をしておくれ。 5人の家来は顔を見合わせました。そして、こそこそと相談しました。王子様はああおっしゃるが、そのうちに気が変わるかもしれない。どうだろう、このまま戻るわけにはいかないから、王子様の気が変わってお城へ戻るとおっしゃるまで、我々もここにいようではないか。こういったのは、 大臣。です。それがいいでしょう。そうしましょう。私たちも修行する真似をして、王子さまのおそばを離れないことにしましょう。5人の家来たちは知ったるたの真似をすることになりました。知ったるたは木の下に座り込んで、いよいよ修行を始めました。 一日中口をききません。食べ物は一日にごまが一粒と米が一粒だけです。いくらしったるたでもこれだけでは腹がすきます。喉が渇きます。一日一日と体の弱るのがはっきりわかりました。けれどもこれが修行です。悟りを開くのには 他のことに気を取られてはならないのです。一年、二年、三年、五年、とうとう六年の間、厳しい修行を続けました。六年過ぎて、しったるたはようやく立ち上がりました。五人の家来も後からついていきました。ふらふらと歩いていくうちに、ニレンゼ川という、 川の岸に出ましたきれいな川だな。この水で体を洗ったなら、心もきれいになるだろう。しったるたは着物を脱いで川へ入りました。水の冷たさが腹の底まで染み込むようですがすがしい気持ちになりました。その時、どこからか優しい歌声が聞こえてきました。 おや、誰か来る。こんな姿を人に見られてはいけない。しったるたは急いで岸に上がりました。着物を着て草の上に座っていました。歌声はだんだん近づいてかわいらしい少女が一人手につぼを持って現れました。つぼには何が入っているのか。しったるたが聞きました。 搾りたての牛の乳でございます。坊様がお飲みになりたいのなら差し上げましょう。欲しいよ、私はおなかがぺこぺこなのだ。しったるたは言いました。どうぞ。少女は壺をささげました。ぐいっと一息に飲んだ父のおいしかったこと。しったるたは。 息もつかずに飲み干して、うまい、思わず言いました。五人のけらいは少し離れたところからこの様子を眺めていましたが、驚いてそばへ駆け寄ってきました。王子様、あなたは何ということをなさるのです」とまず大臣がこったように言いました。あなたの修行は。 めちゃめちゃになりました」とほかの家来も言いました五人の家来はしったるたのそばで修行のまねをしているうちにいつか本物の修行者と同じように苦しい修行をするのが一番いいことだと思うようになっていました「王子様あなたは自分一人だけ乳を飲んでそれでよろしいとお思いなのですか?」 それで修行者といえましょうか。我慢するのが修行ではありませんか。あなたは我慢ができなくなって父を飲んだのでしょう。あなたはもう修行者ではありません。私たちはあなたと一緒に修行しようと思っていましたが、もう嫌になりました。口々に悪口を言いました。 おたではしかたがない。しったるたはあわれむように五人の家来を一人一人見て言いました。修行のしかたにはいろいろある。お前たちはあのばっかば仙人と同じだ。苦しめばそれが修行だと考えているようだが私の考えは違う。 私には私の修行のしかたがある。お前たちに私のやり方が気に入らないのなら、どこへでもおいで。無理には引き止めないから。行きますとも。大臣は他の四人に言いました。今日から王子様とは別々に修行しよう。さあ、私に賛成する者はこっちへ来るがいい。 大臣がしったるたに背中を向けると他の四人も後に続きました。そうだったのかみんな言ってしまうのか体に気をつけてしっかり修行するのだね。しったるたが別れの言葉をかけても五人は返事もしません。さっさと言ってしまいました。これでまた一人になった。 でも私は寂しくはないぞ。静かに考えるのには一人のほうがよい。シッタルタは一人で森へ入り奥へ進んでいきました。菩提樹の下森の奥に大きな菩提樹の木がありました。こんもりと葉が茂ってその下に やわらかい草が青々と生えていました。そうだ、ここは修行するのにちょうどよい。21日の間、夜も寝ずに修行をすれば、悟りを開くことができるのだ。しったるたは草の上に座りました。手を組み合わせ、目を閉じてじっと考えました。 夜が来てもそのままです。朝になってもピクリとも動きません。何も食べません。水さえものみません。もちろん口もききません。これが出家の修行なのです。森の悪魔がこれを見てそばへ寄ってきました。おいおい、変な男がいるぞ。 仲間の悪魔に言いました。何だ何をしに来たのかなみんな醜い顔をしていました。恐ろしい鬼か化け物のようなものばかりです。あれを見ろというのだ。悪魔の頭、マーラーは菩提樹の下を指さしました。あの若い男の修行を。 みんなで邪魔してやろうじゃないか。何をしようとあの男の勝手だよ。あんな男にかまわない方がいいだろう。そうではない。年は若いけれども、あの目の光、唇のしまったところをよく見るがいい。ただの修行者ではないぞ。俺たち悪魔にとって恐ろしい敵になりそうだ。 今のうちに森から追い出さないと、俺たちの方がひどい目に遭わされるかもしれない。それでは脅かしてやるとしようか。待て待て、お前たちではだめだ。わしが行って一騎打ちをしよう。マーラは似たりと気味悪く笑いました。そしてポンととんぼ返りをすると、 見る間に気高い坊さんの姿になりましたこれでよかろうまさか悪魔とは気がつくまいマーラーはシッタルタのそばへ静かに歩いていきましたもしもしそこの修行じゃマーラーは呼びかけましたけれどもシッタルタは目も開きません マーラーの声が聞こえたのか聞こえなかったのかピクリとも動きません「立派なものだなるほどなるほど」ほどマーラーは感心したように言いました「何にも見ない何にも聞かないあなたこそ立派な修行者です」けれどもこの森には悪い悪魔がすんでいます。 悪魔どもはどんないたずらをするかわかりません。早くここから出て、他のところへおいでなさい。あなたのような立派な方にもし間違いがあってはなりません。さあ。マーラーはしったるたを追い立てようとしましたが、なんとなく恐ろしくて手を出すことはできません。口先で親切らしく言って、 だまそうとしたのでしたでもシッタルタはやっぱりだまったままでした。悪魔のマーラーはふたたび言いました。わたしの言うことが聞こえないのですか聞こえたのならわたしの言うとおりになさるがよい。え返事をしないのですねどうしても口をきかないのですね それならばこっちにも考えがある。優しかった声がだんだん恐ろしい声になりました。姿も変わって元の悪魔に戻りました。森を出て行けマーラーは怒鳴りました。出て行かぬか出て行かぬと言うなら力ずくで追い出してやるぞ。 仲間の悪魔に向かって合図をしました。それこの男をいやっつけてしまえあっとがてん悪魔たちは手に手に弓を持っていました。矢をつがえてキリキリと引き絞り、しったるたをめがけて言い,いました。シュっシュっあちらからこちらから矢は音を立てて飛び出しましたが、 あなんと不思議なことがあるものでしょう。知ったるたの体には一本も届きません。そばまで飛んでいくと矢はパタリパタリと落ちてしまいます。土に突き刺さる矢もありました。菩提樹の木にあたって二つに折れるのもありました。土に突き刺さった矢には真っ赤なけしの花が咲きました。 折れやははなびらになってしったるたのあたまのうえやかたのうえにちりかかりましたこれはどうしたことだあくまたちはびっくりしましためをまるくしてあきれてしまいましたあくまのしっぱいあくまどもはにげだしました やっぱりあれはただの男ではないまったくおそろしいやつだそれだけになおさらこのままにはできないよしよし今度はやさしいことを言って騙ましてやろうこう考えましたよるになるのを待って悪魔どもはかわいい女の子に姿を変えましたあなたは カビラの王子さまねシッタルタさまでしょうこんなことをいってシッタルタのそばへちかづいていきました王子さまがこのようなところにおいでなさるとはもったいないことでございます草のうえなどにおすわりになってまあまあおきものがよごれますおからだにどろがついておりますよむずかしいおかおをなさいますな。 私たちと一緒に遊びましょう。悪魔たちは音楽を始めました。音楽に合わせてひらひらと踊りました。シッタルタはやっぱり口をききません。でも音楽が耳に入るとだんだんに眠くなりました。手足が重くなって座っているのが苦しくなりました。シッタルタは ようやく気づきづました。こんなに一生懸命考えているのに眠くなるというのは変だぞそうだ悪魔のやつが修行の邪魔をしに来たのではないかせっかくの修行を途中でやめてはなりませんお前たちは何者だ私の邪魔をするな かえれ思い切ってこう叱りつけました「まあ王子様シッタルタ様こわい声をお出しにならないでこちらをごらんなさいな私たちの踊りをごらんなさいまし悪魔たちは踊り続け音楽はいっそうにぎやかになりましたうるさい悪魔ども消えろ」。 もう我慢できません。しったるたは森じゅうに響きわたるような大声で悪魔を叱りつけました。悪魔たちは電気にかかったように体がピリッとしました。踊りどころではありません。手足が動かなくなりました。音楽もぴたりと止まりました。そのとたん、ゴーっと。 とものすごい風が吹いてきたかと思うと、悪魔はその風に乗って逃げていきました。森は元の静けさに帰りました。しったるたはまた考え続けました。邪魔者がいなくなった。さあ考えよう。人間はどうすれば幸せになれるか。 それがわかるまでは何が来てもここを動かないぞ。心の中で言いました。けれども悪魔はまたやってきました。今度は大きな像に乗って兵隊の姿をしてドスンドスンと攻め寄せてきました。あの若者を踏みつぶせ。やっつけろ。 カのマーラーが号令をかけました。大勢の悪魔はピカピカ光る槍や刀を打ち振り打ち振り、シッタルタめがけて押しかけました。象は長い鼻で木を引き抜いてポクポクと投げ倒しました。森は戦争のような騒ぎになりました。でもシッタルタはびくともしません。座ったままです。 しずかにめをとじたままです。悪魔たちにはそれがかえってこわくみえましたそばまでいったもののまわりをぐるぐるあるいておかしなこえでさわぎたてるだけでしたえい、ー、いくじなしばかりだよしこうしてやるマーラーはてんにむかってもっていたかたなをさっとなげとばしました それは悪魔の魔法だったのです。急に空が真っ暗になり、黒雲が菩提樹の木に降りてきました。どどーどドーっと強い風が吹いて、森中の木がゴーゴーとうなりました。嵐です。大嵐です。大雨が土を殴りつけ、木に吹き付けて、 世界が崩れるかと思われるばかりです。その中で悪魔の叫ぶ気味悪い声が大きくなったり小さくなったり、地の底からの声のように恐ろしく聞こえたりしました。けれども不思議なことに、シッタルタの頭の上にだけは黒雲も近づくことができません。風も避けて吹きました。雨は途中から 横へ飛んでいきましたどうしたのだ黒ロクお前はこんな若者が怖いのか雨も風も負けるなわしの魔法の恐ろしさをこの若者に知らせてやれマーラーはやっきになって叫びましたその時ですダダン ままじい音がしました。土にぽっかりと大きな穴が開きました。マーラーをはじめ悪魔どものみにくい姿が穴にスーッと吸い込まれて穴はぴたりと塞がってしまいました。森は元の静かな森になりました。シッタルタは 組み合わせていた手を離し、静かに目を開きました。わかった。仏の道が、ようやくわかったぞ。ここで修行を始めてから、きょうでちょうど21日だ。修行の会があったのだ。これからは、大勢の人にこれを教えて。 しあわせにしてあげよう、にっこり笑って言い,いました天からいい香りがして赤いケシの花白いハスの花がはらはらと降ってきましたろくやえんしったるたは森を出てからいろいろな世の中のうわさを聞き,きました カビラ城からシッタルタを迎えに来て出家になった五人の家来のこともわかりました。五人はミガダーナの六夜縁というところにいるというのです。行ってみよう。ミガダーナは良いところでした。花が咲き鳥が鳴いて静かなところです。五人は六夜縁で一生懸命に修行をしていましたが、 たを見ると嫌な顔をしました「しったるたが来たぞ」元の大臣が言いました「しったるた様はカビラ国の王子様ではありませんか呼び捨てにしては悪いでしょう」と家来の一人が言いました「何が悪いものか元は主人でも今は何でもない」 シッタルタでたくさんだ。森の修行が辛いと言って逃げ出した弱虫。腹が空いたと言って、父絞りの娘から父をもらって飲んだいくじなしは誰だ,れだあのシッタルタではないか。出家のくせに贅沢をしたシッタルタには、口も聞いてやるな。そうだ。ここへ来たらそっぽを向いてやろう。それがいい。 顔も見てやるな。五人はわざと横を向いて、シッタルタを見ようともしませんでした。ところが、どうしたというのでしょう。シッタルタがすぐそばまで近づくと、五人はパッと後ろへ下がって、丁寧に頭を下げてしまいました。どうぞ、あちらへ。いまでたたちのいた やわらかい草の上をさしてこう言いました。久しぶりだったね。みんな丈夫で、私もうれしいよ。しったるたはにっこりしてみんなに話しかけました。5人は顔を見合わせたきりで、なかなか口をききません。どうしたのだ何かわけがありそうではないか。私に話してごらん。 はい実はと元の大臣が言い出しましたあなたが来ても口をきかないと5人で約束をしたのですところがどうでしょうこのとおり口をきいたりおじぎをしたりしてしまったのですはははそうだったのかするとお前たちは 私を憎んでいたのだね。そうです。あなたは贅沢だからです。違う、違う。しったるたは強く首を振りました。そう考えるのはお前たちの間違いだ。贅沢もいけないが、苦しみすぎるのもいけない。私はそれを考えて、 今ようやく分かった。私はもう物事に迷ったり間違いをすることもない。私は修行のおかげで仏と同じになったのだよ。えっ、仏になったのですってみんなびっくりしてしまいました。疑ってはいけない。お前たちは。 私に口を聞くまいとしても口を聞いた。憎んでいたのに頭を下げたではないか。それは私が仏になったからだよ。五人の家来たちは黙って聞いていました。知ったるたはさらに続けて、私は初めて本当の仏の教えを悟り開いたのだ。 これからは、一生懸命になって、仏の教えを広め、人々を幸せにしてあげたいと思っているのだよ。今日からは、もう私は、カビラの王子でもなければ、しったるたでもないのだ。五人は、うやうやしく頭を下げました。やがて、恐る恐る頭を上げた五人の目には、 シッタルタの周りに明るい光の輪が輝いているように見えましたシッタルタの生まれたカビラは釈迦という種族の国でしたそれでシッタルタのことを釈迦族の中で一番優れた立派な方という意味でお釈迦様と呼ぶことになりました王子様 いえいえお釈迦様私たちも仏になりとうございますどうぞ弟子にしてください五人の家来は口々に言いましたそれなら私のするようにするがよい自分の欲を捨てて人を幸せにしようとすれば心がきれいになって 自分も幸せになる。心配も苦しみもなくなるのだ。お釈迦様はそう言いました。五人は弟子になりました。その時から六夜縁はお釈迦様と弟子たちの修行の場所になったのです。弟子たちには初めのうちお釈迦様の教えがよくわかりませんでしたが、 しゅぎょうしているうちにすこしずつわかってきましただんだんきもちがおちつくようだよのなかがたのしくなってきたこころがきれいになったからだね弟子たちはこんなことをはなしあうようになりましたこうしてインドには お釈迦様の教えをもとにした仏教が起こったのです。